父と子と聖霊との御名によるてアメン。愛する兄弟姉妹の皆様、今日は2020年11月15日聖霊降臨後第24主日です。一緒に今日の福音に従って天の国について、特にイエス様が語られた2つの種について黙想いたしましょう。愛である主は私たちに例えで語りました。この例えについて恐怖たちの黙想をいくつか紹介したいと思っています。例えの意味について解説した恐怖の教えはどこまではありません。しかし私たちの主の言わんとしたことを理解するために助けとなることでしょう。1、今日の福音の一粒のからし種。天の国はある人が取って畑にまいた一粒のからし種のようである。それはどの種よりも小さいが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に宿るほどの木にさえもなる。恐怖たちは、天の国は私たちの主の福音の宣教で始まって、多くの霊魂を養う大きな教会として成長して、そして天国で完成すると理解しています。聖ユロニモは、天の国というのは福音の宣教であって、命に導く聖書の知識であって、そして種をまく人は私たちの主イエスキリストで、私たちの心がその説教の種を受けて、それを信仰の露で育てると言っています。福音の宣教というのは何でしょうか。これは一見本当のようには見えないような真理を告げることです。つまり、無限に偉大な天主がちっぽけな被造物である私たち人間を愛するあまり人間となられたこと、命である聖なる天主が罪人である人間を愛するために、罪のゆえに全人類の受けるべき苦しみを受けて死去されたこと、しかも十字架の死を受けたこと。福音の宣教は、ユダヤの片田舎のガリラヤのギョフラが継承したもので、アテネやローマの大哲学者が学識豊かな書籍を聞くに心地よい雄弁な演説で聴衆を魅惑したものではありません。福音の教えというのは、この世の教えとは正反対です。福音はキリストに倣って苦しみを愛し、十字架侮辱を愛し、聖品締結従順を愛するということを教えています。これはともするとなかなか受け入れがたいような教えです。ともすると、この世で面白おかしく過ごして、虚栄を張って快楽を追求して、酩酊淫乱などを面白おかしく過ごして、人々の称賛を求めて自由勝手に気ままに暮らしたらいいんじゃないかと思えと言えば、教えればその方が世間受けがいいように思われます。いえ、世間体を求めない、世間受けを求めない福音の教えは、全ての学派の教えのシステムの中で最も小さい一粒のからし種のようです。全く価値もないものであるかのように思われます。しかし、その種は成長するとどんな野菜よりも大きくなります。どのような異教の教え、知者の知恵者の教え、考え、異端の教義よりも偉大になります。聖ユロニモは、知者の教えは、知恵者の教えは成長しても命や力強さがなく、すぐに枯れてなくなってしまう。しかし、福音の教えには命が宿っているので、最初は小さいけれども、聞く人の心に、あるいは世界に、この世にまかれると大木に成長して、信者たちの霊魂がその枝に住み着くようになると言っています。空の鳥が来てその枝に宿ると主が言われたように、私たちも鳩のような翼を得て、福音の枝に、つまり美しい教義の巣に住まって、そして天上のことを、地上のことをはるかに超えて天上に向かって飛び立つことができるようになるでしょう。聖ヒラリオは、私たちの主ご自身のことを一粒のからし種と例えています。
なぜかというと、聖ヒラリオによると、私たちの主の真理は、真理の教えはピリリと辛くて、人々から踏みつけられて十字架で苦しまれるほど小さくなられたからだと説明しています。人々が私たちの主を捕らえて、そして主は死に渡されて墓に葬られました。その時ちょうど主は畑にまかれた種のようでした。ちょうどからし種が成長して全ての野菜よりも大きくなるように、私たちの主は復活して全ての預言者の栄光をはるかに超える巨大な栄光を受けました。病の人に野菜が与えられるように、預言者との教えが旧約時代に弱い人類に与えられました。しかし今では新約のこの時代では、天の鳥たちが木の枝に巣を作るように、人たちが、あるいはこの世の嵐、つまり悪霊に吹き遊ばれた鳥のような、ユダヤ人以外の民、つまり異邦の民が希望を見つけて、この大木、イエスキリストの大木に泊まるようになります。聖グレゴリオもキリストご自身が一粒のからし種であると言っています。なぜかというと、種のように死して葬られ大木に成長した、つまり復活したからです。私たちの主の肉体における50難の屈辱は一粒の種のようですし、復活して栄光を受けた御子の偉大さ、力強さは大木のようだからです。聖なる霊魂たちが聖徳の翼をつけて、この地上のことからはるかに離脱して高く舞い上がって住まう大木となることでしょう。2、パンダネ。天の国はパンダネのようである。女の人がそれを取ってサントの粉の中に入れると全部が膨らんだ。ここでも同じく、教父たちは天の国は私たちの 主の福音で始まって、そしてそれが成長して天国で完成すると理解しています。聖クリゾストモによると、パンダネというのはそれよりも多くの小麦粉に影響を及ぼすように、福音は全世界を変えることができると言っています。ラテン語では、私たちの主はサントの粉の中に隠した、アブスコンティと言っていて、単に入れたのではなくて隠したとなっています。こねられて、隠されて、消されて、あたかもなくなってしまったかのように思われても、決して壊されることなく全てを変化させます。ですから聖クリゾストモは、福音を恐れなく宣教せよと言います。どんなに多くの困難なことがあっても、福音は全てに打ち勝って輝き出るだろうと。聖アウグスティヌスは、パンダネというのは愛のことを意味すると言います。女の人というのは知恵であって、サントというのは心を尽くし、霊魂を尽くし、精神を尽くしと言われる時の、人間にある心や霊魂、そして精神のこの3つ、あるいは100倍、60倍、30倍の実を結ぶと言われる時のこの実りの程度のことだと言い、また聖アウグスティヌスは、もしかしたら、あるいは旧約の3種類の義人、ノエ、あるいはダニエル、あるいはヨブのことだろうと言っています。全部が膨らんだと言われていますけども、なぜかというと、私たちの霊魂に植えられた天主の愛は、成長して霊魂を全て変容して監督に至るまで影響を与えるからです。ただし、この地上で始まったその成長は天国でのみ完成させられます。聖ヒエロニモによれば、パンダネを取って隠す女の人は、今度は使徒たちの宣教、あるいは諸国に行く教会であると言っています。聖ヒラリオはパンダネを私たちの主だと理解しています。なぜかというと、パンダネはこねられた小麦、つまりアダムの子孫のことですけども、それから作られて小麦に膨らむ力を伝えているからです。その時、もしも聖ヒラリオに従ってパンダネを私たちの主だと理解すると、今度は聖ヒラリオは、女の人は実はユダヤ街道でこのパンダネを取って、そして隠す、つまり十字架の死に追いやることだと理解しています。聖ヒラリオの理解を続けると、
この女性が働きかける3との粉は立法、預言者、福音のことで、それら3つは1つになる。立法が命じたこと、預言者が予告したことというのは福音の発展で成就するからだと言っています。3、教会の使命の特徴。愛する兄弟姉妹の皆様、私たちは全能の天主の天の国の建設を目指しています。天の国というのはこの地上でキリストの教会として始まりましたが、それは来たるべき永遠の命において完成されます。この地上での戦闘の教会と煉獄の苦悩の教会とがついに天国の凱旋の教会に修練されて完成します。11月に今私たちが煉獄の霊魂のためにたくさん祈っているのは、彼らの有限の償いを、彼らが有限の償いを果たして早く煉獄に行くように手伝うためです。ですから私たちは全職油というものを受けて、そしてそれを煉獄の霊魂に譲りたいと思っています。なぜならばそうすれば彼らは天国に早く行くことができるからです。殉教者や諸聖人がこの世のありとあらゆる困難を耐え忍んだのは、まさに天国で幸せならば現在のこの世界が苦しくても構わないと考えていたからです。なぜかというと、現世の世界、この世は涙の谷でしかないからです。彼らは聖ヨハネの言葉を深く心に刻んでいました。世と世に愛するものを、世にあるものを愛するな。世を愛するなら父の愛はその人のうちにはない。カトリック教会が教えてきた本当の愛徳と、そして本当の愛徳としての隣人愛は、隣人が誠の天主の愛を知って、天主を愛して、そして彼らが天の凱旋に入ることができるように助けることです。つまり隣人を誠の天主、誠の救い主であるイエズス・キリストのもとに行くことを助けることです。これこそが福音を伝えることであって、これこそがイエズス様の蒔いた種であって、そしてこれこそがイエズス様の教えようとした種なのです。イエズス・キリストの愛の教えを、十字架の教えを、イエズス・キリストの生きたその模範を、そして生成の状態に、恩寵の状態における命を生きるという第一の復活を伝えること、イエズス・キリストを愛するがために日々の生活を犠牲として捧げること、これをカトリック教会は教えています。これこそが天国での命の先取りです。天国の先取りです。私たちがいつも御国の来たらんことをと天にましますの祈りで祈っているのは、キリストの統治が、キリストが王として私たちの家庭を、私たちの社会を統治することを祈っているのです。主が全世界に行って教えよと命じたのは、この地上から苦しみを取り去る楽園の建設のためでも、バベルの塔の建設のためでもありませんでした。主はご自分の教会を一つ建てました。それがカトリック教会です。キリストの本当の教会です。一聖公使徒継承のローマカトリック教会です。これこそがキリストの花嫁で、頭であるキリストと共に一つの神秘体を作っています。そして天の国はこのキリストの神秘体の発展を祈っています。天の国であるこのキリストの神秘体の発展を祈っています。パン種がパン全体に広がるために、パンの生地がこねられるように、そしてキリストがご受難を甘んじて受けたように、それと同様にキリストの神秘体、つまりこの地上における戦闘の教会も多くの苦しみを受けてきました。それはパン種の力が、影響力が全世界に広がるためです。キリストが誘惑を受けたように、キリストの神秘体もキリストが受けたような誘惑を受けているのではないでしょうか。あなたが天主の子なら、これらの石がパンになるように命じなさいとキリストはかつて砂漠で悪魔から試みを受けました。
教会も似たように誘惑を受けるかもしれません。あなたが誠の天主の教会なら、この地上が良い世界になるように働きなさい、奇跡を行ってこの地上の物質的な必要なものを手に入れなさい、お腹が空いてるではないか、パンを手に入れてもうそれ鈍食でもないだろう、パンは必要ではないか、現世の利益が必要ではないだろうか。しかしキリストの答えはこうでした。人はパンだけで生きるのではない、天主の口から出る全ての言葉によって生きると書かれている。次にキリストはこのような誘惑を受けました。あなたが天主の子なら下に身を投げなさい。天主はあなたのためにその天使たちに命じ、天使たちはあなたの足が石に打ち当たらないように手で支えるだろうと書かれているのだから、教会も似たような誘惑を受けるかもしれません。受けているかもしれません。あなたが本当に天主の教会ならば、本当の宗教ならば、偉大な技を行って人々の称賛を勝ち取るがいい、大衆をびっくりさせるがいい、そうすれば教会は愛されて人々はその話を聞くだろう、そうすれば私たちはカトリック教会を私たちの王として宣言しよう、そうでなければ宗教は役に立たない。この誘惑が何を言うかと言おうとするかというと、ああつまり祈りや黙想などではなくて、もっと社会活動をした方がいい、自己顕示をした方がいい、聖なること、天の国への関心というよりはもっと世俗の政治について、地上の国への関心を持った方がいい、その地上の方に降りてきた方がいいということです。イエス様は言いました。ファリサイ人のパンダネに気をつけよと。つまりそのような誘惑に陥ることはファリサイ人のパンダネになってしまうことです。しかし私たちの主はこう言います。またあなたの天主なる主を試みるなと記されていると。さらにイエス様はこのような誘惑も受けました。あなたがひれ伏して私を礼拝するなら、これは悪魔の言葉です。これらつまり世のすべての国とその栄華を皆あなたに与えよう。もしかしたら教会もこのように次のように誘惑を受けるかもしれません。もしも教会がこの世にこの世の世界において愛されて、教会がこの世で発展するのを求めるのは一番手っ取り早い方法を教えてあげよう。そしてもしもかつてユダヤの民がキリストにこの地上での王を求めていたように、この地上でより良い世界を建設したいならば、こうしたらよい、手っ取り早い方法ことを教えてあげよう。それはキリスト以外を拝めばいい、キリスト以外の宗教も認めたらいい、パチャママも認めたらいい、母なる大地も崇敬したらいい、人間を崇敬すればいい。そうしたらこの全ての地上の国と栄華はあなたのものだ。キリストの答えはこうでした。サタン退け、あなたの天主なる主を礼拝し、ただ天主にだけ仕えなければならないと書かれている。イエス様はこうするとサタンはあっという間に去っていきました。もしかしたら教会はこのサタンからの誘惑を受けないために、私たちがキリストを捨てないがために圧迫を受けるかもしれません。お前たちがキリストを捨てないから、イエスキリストだけだと言ってるから、この世は苦しんでいると非難されるかもしれません。ちょうど小説の沈黙の主人公が非難されたように、ルフェーブル大司教様がそうでした。非難されました。聖殿のミサこそが正しいミサである、カトリック教会の有効な合法的なミサである、だからそれを正当な方法、正当なミサをしていた、それがために、正しいことをしていたがために、カトリックの信仰を、深病の信仰をそのまま信じていたがために、実践してあげたがために非難されました。一致を乱すと圧迫されました。なぜ新しいものを受け入れないのかと。しかしルフェーブル大主教様は言いました。カトリック教会を信じると。そして最後までギブアップしませんでした。そしてそのためにこのルフェーブル大主教様が正しいということが後で分かりました。愛する兄弟姉妹の皆さん、真理は存在しています。天主は存在しています。天の国は存在しています。
それを私たちが信じようが信じまいがそれに関係なく存在しています。そして真理は必ず勝利します。聖パウロは今日の書簡で私たちに模範を示しつつこう言っています。引用します。天主に愛された兄弟よ、私はあなたたちが天主に選ばれたものであるということを知っている。実に私が福音を宣教したのは言葉だけによったのではなく力と聖霊と全く確信によった。あなたたちは多くの困難のうちに聖霊の喜びを持って御言葉を受け、私たちと主に見習うものとなり、こうしてマケドニアとアカヤとの全ての信者の模範となった。誠に主の御言葉はあなたたちの中からマケドニアとアカヤに響いただけでなく、あなたたちの天主への信仰は諸方に広まった。そこで私たちとしてはこれについて言い加える必要がない。その他の人たちはあなたたちが、私たちがあなたたちの中でどのようにして入ったかを、またあなたたちが生きる誠の天主に仕えるために偶像を捨てて天主に改心したことを、そして天主が死者の中から蘇らされた恩子、迫り来る怒りから私たちを救うイエズスが天から来られるのを待ち望んでいることを話している。言い終わります。元米国教皇大使であったヴィガノ大主教もこう言っています。引用します。唯一の誠の世の光であるキリストがその光を覆い隠している闇に対してすでに勝利したことを私たちは知っていますし実際に確信しています。言い終わります。私たちはファチマの聖母になりましょう。聖母の恩取りすぎで私たちが伝えられた信仰、そして希望、愛をそのまま守り続けることができますように。そしてこの信仰のパン種がからし種がますます全世界に広がって大木となり多くの霊魂を天国に導くことができますように。ファチマの聖母に祈りましょう。天の国はある人が取って畑にまいた一粒のからし種のようである。それはどの種よりも小さいが成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に宿るほどの木にさえもなる。父と子と聖霊との皆によりてアメン。